このあと19周目入りますと、いよいよレースグリーンフラッグ、グリーンシグナル、そして追い越し可能なレースにレース再開となります。最終コーナー立ち上がってきました。白いヘッドライトの GT500 のマシンが帰ってまいりました。さあ皆さん、もう一回仕切り直